カスパーバルトリンカスパーバルトリンはデンマークの学者である。解剖学の教科書、アナトミッキー・インスティチューションズ・カーポリス・フマニで知られる。カスパーバルトリンの解剖書は江戸に伝わり、カスパル解剖書として解体新書の観光時に参考にされた解剖書の一つとして挙げられている。孫にバルトリン船を発見した同名のカスパーバルトリンがいる。 当時、デンマーク領の丸目で生まれた。早熟な才能を示し、3歳で本を読み、13歳で、ギリシア語、ラテン語の文を作り、講習の前で披露した。18歳で、コペンハーゲン大学に入学し、ロストック大学、ビッテンベルク大学でも学んだ。ドイツ、オランダ、イギリス、フランス、イタリアなど各地を旅し、多くの学者と交流した。 1611年に解剖学の著書、アナトミッキー・インスティチューションズ・カーポリス・フマニを出版し、これは当時、解剖学の教科書として長く使われることになった。1613年に、コペンハーゲン大学の医学教授に任じられ、11年間、その職を務めた。重病にかかり、その回復後、進学の研究に転じた。 コペンハーゲン大学の進学の教授、ロスキレの立修士祭を務め、総レで没した。息子のトーマス・バルトリンとエラスムス・バルトリンも有名な学者である。孫にバルトリン戦を発見した同名のカスパー・バルトリンがいる。367日誕生日大辞典、エラスムス・バルトリンから言葉ンク。ありがとうございます。